小春立夏の分かりみサイエンス。検定の多重性の問題。ワインパーティーのソムリエが謝らなければならない確率は？検定の多重性の問題とは、統計学で検定を複数回実施すると、少なくとも一つ以上の検定結果が優位になる確率が増大する問題のことです。検定の多重性の問題とはどんな問題なのか、例題を用いて簡単に触れておきます。まずはサイコロで確率を復習しましょう。サイコロを6回振って、少なくとも1回は1が出る確率を知りたいとします。この場合には、少なくとも1回は1が出ることが起こらない確率、すなわち1回も1が出ない確率をまず求めて、それを1から引きます。1回振って、少なくとも1が出る確率、1引く6分の5。2回振って、少なくとも1が1回出る確率、1引く6分の5かける6分の5。3回振って、少なくとも1が1回出る確率、1引く6分の5かける6分の5かける6分の5。点々。従って、サイコロを6回振って、少なくとも1回は1が出る確率は、1から6分の5の6乗を引きます。確率は、約 67% になりました。それでは有名なワインパーティーの例え話です。あるレストランの地下にはたくさんのワインボトルが貯蔵されています。このワインボトルは20本に1本、すなわち 5% の割合で、酸っぱくなったワインが混入しています。酸っぱくなったワインを出してしまったら、ソムリエは謝りに行かないといけません。客が1本のワインを注文するとき、ソムリエが謝らなければいけない確率はいくらでしょうか？ 20 回に1回、5% の確率で謝ることになりますね。このレストランのパーティーでは10本単位でワインを出すことになっています。パーティーに出した10本の中で1本でも酸っぱいワインが混ざっていると、そのパーティーは台無しになってしまいます。そして、ソムリエはそのパーティーに謝りに行かなくてはなりません。ソムリエはどのくらいの割合で謝りに行くことになるのでしょうか？答えはパーティーあたりおよそ5回に2回の割合 40% で謝りに行かなくてはならないです。なぜパーティーあたり 40% にもなるのか考えてみましょう。ボトル1本ごとに酸っぱいワインが出ない確率は 1-0.05 イコール 0.95 であるため、10本とも酸っぱいワインが出ない確率はそれらを10回掛け合わせます。したがって、パーティーに少なくとも1本、酸っぱいワインを出してしまう確率は 1-0.95 の10乗イコール 0.4013、約 40% になります。多重比較とは、検定の多重性という問題に対処するために考案されたものです。検定の多重性の問題とはどんな問題なのか簡単に触れました。このような問題に対して多重比較を行う必要があり、その結果を補正する手法が開発されています。3群以上の代表値の比較を行うフローを示したものです。わかりみサイエンスでは引き続き、様々な多重比較法やその補正方法を紹介していく予定です。お楽しみに。今回のワインパーティーの例え話を参考にした文献です。またお会いしましょう。わかりみサイエンス。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。